皆さんこんにちは、三原一太です。稲荷です稲荷ですっていうのはなかなか慣れないね慣れて慣れて。イチペディアへようこそお越しくださいました。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、さて本日は肖像画についてのお話第2弾でございます。はい、第1弾見ていなくても楽しんでいただける内容になりますので、どうぞお付き合いください。はい、お願いします。はい、さて、今回お話したいのは足利尊氏さんの肖像画についてからお話を始めていきたいと思います。前回ね、武田信玄さんとね、はい、頼朝さんが、はいはい、お話しされて違うぞっていうな、はい、風になってましたけど、どうも光栄じゃないんじゃないか説があるぞってお話を紹介させていただきました。はいはい、高氏さん、そう、足利高氏さんに関しては、はい、全く同じ、多分足利高氏といえばこの絵っていうのがパンってこう、はい、今ね、うんうん、出てると思います、うんうん、ね、この絵印象ある人多いんじゃないかなと思うんですよ。これもね、やっぱり教科書に出てくるんでね、今は載っててもこれ多分騎馬武者像ってなってると思います。騎馬武者像もはや固有名詞すらついてないっていうね何なんですか騎馬武者って。騎馬、馬に乗ってる。あ、なるほど。そっちの騎馬ね。そうそうそう。騎馬じゃないよ。だからすごいの、なんか般若みたいなのを想像しちゃった。それなんかモンスター的な話じゃないです。騎馬武者像みたいな。違う。そんなファニーな教科書ないわ。なんかね、はい、今、なんでそんなふわっとしようになってしまったかというと、はい、これ、先に言うと、足利尊氏ではなく、はい、同じ時代の、河野師直。あるいは河野諸康、この諸直の息子の、しかも、次男だか三男だかのどっちかじゃないかというふうな説があります。河野って川野って書いてですか。あ、違います、高い高い、あ、一時ですね、はいはい、高野山の高ですね。そうです、はい、河野さん、はい、河野諸直、高いっていうか、はい、一時だけ、高野山の矢は入らないですね。はいはいはい、はい、でこの人はどういう人かっていうのを軽く言うと、まあ、足利尊氏の一の右腕というか、ほう、まあ、実は足利尊氏の一の右腕は足利忠義なんですけれども、弟ですね、はいはい、それとは別に家臣、まあ、いわゆる家老みたいな感じで、はいはいはい、敏腕 な, なるほど、あ、働きをしていたのが、河野諸直さんでございます。ほう、はい、この3人の関係性とかってものすごい面白いんで、はい、まあ、興味があればちょっとお調べいただいたり、もしくは僕もちょっと、タイミングがあればお話できたらいいなとちょっと思ってはいるんですけれども、その人じゃないかというふうに言われています。へ、なんでかっていうと、やっぱりこれも、その絵に付いている家紋ですね、はあはあはあ、そこら辺の研究が進んできた時にどうも違うんじゃないかという話。この家紋は違うぞと。これは高家の家紋であって、うん、足利家のあの有名な紋どころじゃないぞと。ほう、で紋って実は一家の中でも何個もあるんですよ、実はね。あ、1個だけじゃないんですね。じゃないんです。1個だけのとこ もちろんありますけど、はいはい、だけじゃないことも多いので。なるほど。とはいえ、はい、その自分の側近中の側近が使ってる紋と丸パクリ、全く同じ紋を上司が使うかななるほどね。とか、はい、これカラー絵なんですけれども、はい、カラー絵っておかしいね、はい、彩色されてる絵なんですけども、この極武者像の馬、はい、黒いんですよ。え、なんかあるんですか。高氏の馬って、はい、影って言われてて、はい、鹿の毛って書いて影ですね、はい、黒じゃないんです。えっていうのが有名だったんですよ当時。なるほど。三国志とかを好きな方は、はい、呂布宝泉が乗ってるのが関鳥羽で、赤い馬、関鳥羽、はい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 、っていうのがこう、有名だと思うんですね、はいはい、ああいう感じで同じように足利尊氏といえば、なるほど、影の馬っていうのがあったので、あ、いや違うんじゃないのって話が出てきて、はい、でしかもじゃあ河野諸直でドンピシャ正解なのかっていうと、なかなかそうも言い切れないなるほど。そうなので結果騎馬武者像なんかすごいざっくりしちゃいましたねところがこれじゃあなんで足利尊氏って伝えられていたかっていうのが問題だと思うんですけども。確かにこれちょっと珍しいヘアスタイルだと思いません？この絵お、まあ、頭をこうザンバラにしてるというか、はいはいはい、はい、これが実は足利尊氏のエピソードにあるんですね。あ、こういう時があったこと。髪をブツッて切ってバランってやって、はいはいはい、そのなんとその後醍醐天皇に恭順の意を呈したみたいな、はい、
そういったお話がありまして。なるほど。それを下敷きにこの絵を見ると、あ、これは足利尊氏だねと。ああ、そういうところから。そうです。あの、政権を抜いてる絵だったら、じゃあこれは朝王だねとか。はあ。あの、お供を3匹従えて鬼を退治してる人がいたら、じゃあそれは桃太郎だねとか。ああ、そういうことですね。そうそう、そういう印象で、じゃあこれは足利尊氏だろうと。はあ、なるほど。ところが、これ、元取りをこうやって切った時に部下も一緒にやったっていう話もあるんで、はい、確かに別に河野諸直がやっててもおかしくはないんですよ。ただそれ別に河野諸直のエピソードじゃないから、はい、なんかね、ややこしくなっちゃったんだけど。なるほど。というわけで、ちょっと今これは、あ、揺れているというか違う人物なんじゃないかというふうに言われています、うん、はい、はい、さて今頼朝高氏そして武田信玄と来ましたけれども、うん、はい、頼朝高氏とね、こう幕府創設者が2人続きましたので、はい、続きましたね、ここで同じ幕府を作った人間として、はい、徳川家康に行きましょうかね。え、徳川家康、はい、はい、この人の場合、あの、いわゆるイメージ像というか、もうおじいちゃんのね、はいはいはい、あれに関しては別にそんなにないです。ああ、あのぼってりしたやつに関しては、あれは徳川家康、まあ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 はいはい、なんですが、はい、一個有名な、徳川家康のしかみ像というのがあります。ほう、あのこういうやつですね。へえ、そんなのあるんですね。これあの、名古屋とか、はい、あっちの、あ、三河の方か。はいはいはい。三河城とかの方だと多分有名だと思いますよ。へえ。昔から言われたのが、武田信玄と、それこそ先ほど出てきた、はい、武田信玄と三方ヶ原の戦いで合戦した時に、はい、負けたんですよね、家康が、はいはい。で、その負けた敗戦の記憶を、自分の教訓にするために、はあ、その痩せ衰えて、その、ギュッと身が引き締まって、その辛い目にあったっていう記憶を忘れないために、臥薪嘗胆的な話ですよ。なるほど、はい。それのためにその絵を描かせたんだ。という説があって、ずっとそういう風に伝えられてきたものでした。はあ、で、実際、その徳川のご子孫の方の引き出物の中にその絵とかが入っていたりとかしたので、はい、嫁入り道具かな、嫁入り道具の中に入っていたりとかしたので、はい、その、まあ、信憑性があるというかそういう風に言われてきたんですが、はい、これもどうやら、まあ、本人は本人なんだけど、はい、家康が書かせたとかそういうことじゃないんじゃないかと。あ、お話があれなんですね。あ、本当なのかどうかっていうことですか。そうかな。なるほど。要するに家康様なら、はい、そういうことをするだろうと。自分の自戒のためにそういうことをするだろうとなるほど。そのためにこういう絵を描いただろう、それがこの絵になりますみたいな順番だったんじゃないかっていう説が今ございます。で、まあどっちかっていうと、だから感覚的に言うと、その後の人が作った宗教画みたいな印象というか感覚に近いのかな。そのイメージして描かれた、ね。そうそうそう、家康様を前に手を合わせて拝むためじゃないですけれども、はい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 、その時にその家康が自戒を込めたそのエピソードはやっぱ素晴らしいから、それを自分のためにしようと、自分の身に落とそうとして、そのエピソードを代表した絵を描かせて、それを毎日拝んでるみたいな。なるほど。拝んでたことか分かんないですけど、はあはあ、そういう意図で作られたものなんではないかという説が今出てきて。あー、確かにね、そう出てきますよね。そう。で、今度は逆に同じ戦国時代の人でも、はい、徳川家康とね、来ました。じゃあ、羽柴秀吉、豊臣秀吉。はい。秀吉なんかは、よく、まあ、ドラマとか、はい、あるいは、ゲームなんかでもあれですかね、猿と、そう言われてることが多いかと思います。有名ですかね。有名ですよね。実際には、ハゲネズミってあだ名がついてたりとかもするんですけれども。なんて、もう悪口じゃないか。まあ、信長のあれだから。そっか、仕方ない。仕方ない。彼、まあ、身長低かったんですよね。はいはい。あと、その、やっぱりその、貧相というか、まあ、華奢というか、はい、それもちょっと自分のコンプレックスだったんですよ。まあ、サルメン的なところもちょっと気にはしていた、うん、はい、ので、自分の肖像画をバーンって描かせるとき、関白になってその肖像画を描かせるとき、はい、まず見栄え良くしてくれと。出た。で、小顔にしてくれと。おー、
基本で小顔にして、で、あの体結構大きくしてもらって、はい、で、あのこの人がもし立ち上がったら、はい、身長180くらいあるような雰囲気、そういう雰囲気でちょっと書いてくんないかな。モリモリじゃないですか、はい、あの全身修正してないところがビタイチない。今のプリクラも引きを劣ない、引きを劣らない全く引きを劣らない、まあ修正っていうかね、あれですけど、はい、そういう風な絵を描かせていたりとかします。へえ。でこれはまあコンプレックスに基づいたものですけれども、はい、まあ、似ているようでそのエピソードがあるのが伊達政宗さんですね。あ、はい、伊達政宗さん、幼い頃に疱瘡という病気にかかりまして、はい、目がなくなっちゃうんですね、はい、片目が、はい、で独眼竜と、はい、眼帯されてますよね。そうそうそう、はい、あれを実は後世に残した、その自分のその死後、はい、例えば自分の肖像画とか書くことがあったら必ず両目を入れてくれと。おお、やっぱりね、そこはね、やっぱり入れてほしいですよね。まあ、本人がそういったコンプレックスがあるのかどうかちょっと伺い知ることはできませんが、うん、はい、一応ご本人の弁ではその親からいただいた体を、はい、うん、かけさせてしまったことが申し訳ないから、うん、それを記録として残さないでくれっていうようなことを おっしゃってたそうです。はあ、まあ本当のところがどうだったのかはちょっとわからないですけれども。まあそうですよね、はい、でこれはまた伊達政宗さんですね、はい、で海を渡りまして、お、今度は中国。中国、はい、来ました。はい。明という国があります。はい。の、開祖の朱元璋という方がいらっしゃるんですけれども、はい。この人、顔がすごい怖いっていうことで採用されたんですよ。ああ、なるほど。お前、顔ちょっといかついな、採用っていう。めっちゃ怖い顔してんな、お前ってことで、で、それで出世したりするんです。なるほど。まあ、この人も、その中国史における、はい、化け物のうちの一人なんですけれども、実際に強かったんですか。そうですね。なるほど。明の皇帝になった後、その、皇武帝っていう名前になるんですね。あ、聞いたことありますよ、はい、皇武帝、はい、で皇武帝って字が、この人は洪水の皇に武帝、戦うに帝王の帝なんですけども、はい、光る方だと皇冠王朝の、はい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 、方になるので、ああそっちだ。そう、それで2人あの音同じだけど感じが違うですね、はい、なるほど。でちなみにどっちもすごい中国史に残る十傑に入る多分すごい君子だと思います。ただこの朱元璋って人はものすごい猜疑心の強い人なので、はい、自分が天下を取った後の粛清とかいろ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 だったんですよ。まあ、天下を取る過程の段階でいろんなエピソードがある人だったんですけど。なるほど、はい。はい。この人も一人で、聖人君子と、豪傑と、大盗賊の要素を持っているって断言されちゃったりとかしてる人なんで。へ、まあ、興味深いし。ただ、この人とにかくその五面相が、人から興味を引かずに折れない、すごい、すごい顔だったんですね。はい。で、皇帝になったんで、似顔絵を描かせました。はい。なんか違うんじゃないっていうことで、はい、なんかいまいち乗り気じゃないです。で、あ、陛下、どうぞ、はい、つって、すごい、ふくふくしい、はい、穏やかな、はい、まあ正直本人とは人でも似つかない肖像画が上がってきたときに、はい、あ、いいじゃない、じゃあこれ採用しよう。ただ、ここで面白いのが、実はその、はい、本人を忠実に描いたんじゃないかって言われる方の顔、はい、の方の絵も残ってるんですね。あ、あるはあるんですね。あります。で、今多分こう両方出てると思うんで、はいはいはい、ぜひ見比べてください。はあ、まあ、例えば、海外ですとナポレオンなんかも、ね、自分の身長だったり、そんなんだったりっていうものを気にして、加工させたりとか、はいはい、あるいは、自分の戴冠式の絵、はい、で、その玉座に座ってる絵なんかを、はい、ギリシャ神話の神様の絵と同じような構図で描かせて、はいはい、それになぞらえて、なるほど、書かせたり、そういったエピソードもございます。はいはいはい。以上このように和の洋東西洋問わず、うん、肖像画みたいなものというのの加工というか、うん、いろんな合わせてお話を、させていただきました。もしご興味ありましたら、はい、美術館とかに見れるものもございますし、インターネットで見れるものもありますので、そちらお探しいただければと思います。はい。それでは次の動画でお会いしましょう。